セマウル号は、韓国鉄道公社の列車の種別。セマウルとは、新しい村を意味する韓国語で、北正熙政権が推進したセマウル運動にちなむ。2000年代初頭まで韓国を代表する、優等列車であったが、韓国高速鉄道や、後継の種別となる、一致セマウルの登場によって、運行範囲が縮小され、2015年以降は、長江線でのみ運行されている。 セマウル号の原型は1969年に登場した超特急観光号で1974年の首都圏で演説、開業に合わせて原行名に改称した。ただし、セマウル運動の推進者であった牧世紀が暗殺されたため、政治的影響によって1980年から1984年までの間は名称が廃止されて、七種の超特急となっていた。 韓国高速鉄道開業以前の最優等列車で、客室は JR のグリーン車にあたる特室と普通車にあたる一般室がある。かつてはソウルと地方都市を結ぶ主要路線を網羅しており、京府線では18往復が設定され、最速列車はソウル・富山を4時間10分で結び、途中停車駅も大田と東、手具のみであった。 2004年の KTX 開業以降は、最優等列車としての座を譲り渡し、地方の中心駅への停車や、運行本数の見直しなど、抜本的な改革が行われた。運行される列車は、ディーゼル機関車牽引による客車のみであるが、1987年から2013年1月までは、プッシュプル方式の機動車による運用も存在した。両車は、ほぼ同一で、 内装も変わらない。全列車が座席指定席であり、自由席は2000年頃から1両だけ設定したが、短期間で廃止された。その後2011年1月現在、平日に限り5号車1両を自由席として運用している。塗装は、旧型客車と9201系動車が白地に、窓周りが青の帯、ステンレス客車は帯に、 白のアクセントが入っていた。PP 動車は先頭車の運転席からボンネットにかけてが赤。それ以外はステンレス客車と同じだったが、後に両車とも緑と黄色の帯に塗り替えられた。その後韓国鉄道庁の公車化に伴い、黄色、白、紺の帯に塗り替えられている。2014年5月12日より当列車の 後継として、21万系電車を使用した一致、セマウルが運行を開始し、同年6月30日には、非電化区間のある中央線、東海南部線、長江線を除いたすべてのセマウル号が、一致セマウルに置き換えられた。その後、中央線のセマウル号は2014年11月1日に、運行区間短縮の上一致セマウルに置き換えられ、 東海南部線での運行も2015年4月1日をもって終了した。以降は、長江線の列車が唯一の運行路線となり、2018年4月30日には、老朽化した従来の客車での運行を終了。翌5月1日からは、モノクラス化の上、無群ファ号客車を、狭ウル号仕用に改造した客車に置き換えて運行されている。 2021年1月4日、文在寅大統領が2029年までに、すべてのディーゼル旅客機関車を、KTX ゆうへ置き換える方針を打ち出した。文大統領の方針が実行される場合、全列車がディーゼル機関車に牽引される狭ウル号は2029年までに、消滅する見通しである。立山駅、本駅、水原駅、天安駅、河山駅、鬼温泉駅、霊山駅、 工場駅広川駅大川駅熊川駅、女川駅長江駅群山駅、松山駅セマウル号に最初に登場した機動車は 9201K ディーゼル動車 DEC で5両編成2本が1980年からソウル全州の間で運行したが数年で廃止され車両はその後無群ァ号に転用された詳細は無群ァ号の記事参照 セマウル号の機動車1987年から2013年まで運行されていた2台目の機動車はすべてプッシュプル機動車 DHC であり、プッシュプルを略して PP 動車とも呼ばれている。両端の先頭車の内半室が機関室で、残りが客室であり、中間車は不随車で集中動力化方式であり、機動車というよりは狭い客室を備えた。 ディーゼル機関車と客車の組み合わせによる編成と考えても良い。ただ、PP 動車は力が弱く山岳路線に不向きだったため、最高速度はいずれも時速 140km。先頭車 PMC にはドイツ製大出力エンジンを2機搭載している。そのため PMC の客室は騒音と振動が激しいが、中間車は無動力なので非常に静かである。 2013年1月5日をもって、軌動車編成による運行を終了。両端先頭車は廃車となり、中間付随車については、機関車牽引による客車として引き続き使用されて、いたが、老朽化に伴い、2018年4月30日をもって運行を終了した。101系は1987年から導入された。運行開始当初は211系。 大宇宙工業製で6両編成2本、5両編成2本の22両が製作された。戦闘車101型と付随車301.501型が一般室、601型は特室と食堂が半室ずつで構成されている。5両編成2本は111系造備の際に6両編成化された。登場当時の111系。 1988年に運行された世界平和列車の装飾付き。111系は1988年導入。101系に比べ出力を30%アップした。だいぶ現代成功、関心重工業によって製造された。こちらは8両編成で9両編成や2編成をつないだ16両編成も可能で柔軟な運用に対応している。 戦闘車111型、付随車の301.501、521.571型が一般車、特質は611.681型、食堂車は801型である。国鉄による導入だけではなく、政府資金による調達車両を国鉄で借り受けるリース方式による車両も多く、それによって急速かつ大量に導入することができた。 251系は1992年導入の8両全特質編成で、基本性能は111系と変わらない。戦闘車251型、付随車の701.751781はすべて特質、食堂車は871型である。こちらもリース方式で導入された車両が多い。なお、111.251系の合計は416両。 101、計22両を合わせて438両となっていた。その後、踏切事故などで3両が失われ、大体として2001年に4両が心臓されたが、2003年の立教落下による脱線事故で4両が失われた。また、食堂車は売店、カラオケルーム、マッサージ機、PC、ゲームを置いたカフェカーに改装されている。 DHC の車体を流用した大統領や国品を輸送する VIP 専用車両である。4両編成2本の存在が明らかとなっているが、保安上の理由から内装等の詳細は非公表であり、また大韓民国政府の保有である。外観は戦闘形状が幾分異なる以外は DHC と変わらない。主に国内輸送に用いられ、近代中大統領が ブッシュ米大統領を伴って、宮古ラザン駅と南北鉄道連結事業を視察した際にも利用された。初期のセマウル号の構成客車、1988年撮影、かつて観光号で使われた車両は1969年以降に製造された車両で、日本の客室設備を参考にしていたため、新幹線冷系車両に図色が似ていた。ステンレス製車両の導入により、 旧型客車はすべて無分派号に格下げされた。現在の客車は1986年から1991年にかけて7000系機関車と共に製造されたもので157両が登場した。車体はステンレス製で高速走行が可能なように足回りも強化してある。外観も内装も続いて登場した PP 同社の中間車と全く変わらない。 1992年から PP 動車を大量に導入したため、このステンレス新型客車にも余剰車両が発生し、1993年に56両が無群ァ号に再び格下げとなった。無群ァ号に格下げされた56両は流線型と称され、全特質列車として運行したが、2004年の KTX 開業とともに定期運用から外れた。 1999年と2001年に増発用として、計14両が新たに導入され、総数115両となっている。ステンレス客車のうち、定期運用から外れた食堂車だけで編成される、イベント列車、ワイントレインも、臨時、団体列車で運行されているが、2018年の、町長先生マウル号廃止に伴い、無軍ファー号及び、 一致セマウル号に転用される一部の電源車員以外は対応年数を超えることからすべて廃車される予定となっている。ありがとうございます。